皆さんこんにちは。今日は私たちが本当にお気に入りにしている紀北パーキングエリアをご紹介します。中には紀北ニアというショップとはじかみテラスというレストランが入っています。ここ紀北町には銚子川という本当に美しい清流があって、そこの清流のお水をペットボトルで購入できるので、よく関東の方に飲んでみてくださいとお渡ししています。紀北町は自然と共生の街と掲げているほど、とても自然と環境問題に対して意識の高い素敵な街です。熊野にお越しの際はぜひこちらに立ち寄ってみてください。今日はミックスフライ定食にしました。店内も清掃が行き届いていて、いつも綺麗です。エビフライ、白身魚、牡蠣とホタテ、お刺身で食べれそうなほど美味しいです。動画撮り忘れましたけど、 DJ サニリッチは牡蠣フライ定食を食べていました。また動画をアップしていきますので、ぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。